一斉同好会の浜口です。中島です。東村です。栗原です。今は、西国33箇所の4番札の牧尾山の瀬福寺にやってまいりました。西国でも難所と言われている瀬福寺なんで、ちょっと山登りだいぶしないといけないですけど、頑張って登って行ってきます。よいしょ。でも雨上がってよかった。これほんま。お、もうこう土砂降りは大変やしね。パワースポット。やっぱここ来たら日頃の運動不足がわかるわ、ね、うん。いやでもほんと山の中やし、新緑はめちゃめちゃ綺麗。よし、はあ、やっと上まで登ってこれましたね。ようやく、なんか日頃の体力のなさが痛感いたしますね。自分の置かれてるその限界のところ。はいはい、はい、そうですね。はい、マコちゃん大丈夫ですか。はい、さすがっす。さすがっす。さすがっす。健坊は全然大丈夫さえもんね。さすが。余裕やね、やっぱさすがやわ。私はダメです。僕はダメです。映像産経坊さんは、いや現役って感じ。いやまだまだダメですよこれ。早速ちょっと本堂の参拝行ってみましょうか。はい。
はい、もうそこ見えてますんで、はい、ご注意もらって、はい、こんなに頑張ったら多分足腰多分だいぶ鍛えられたと思うんで、何度か登ってます、はい、よいっす、はい、いや、いい汗かいたっすわ、ここまで来たらね、緑綺麗ですよね、道断ツツジも新緑がめちゃめちゃ綺麗、はあ、よいしょよいしょよいしょ、はあ、よいしょよいしょよいしょ、おー、前に置かれるのがバト置かんのやね、うん、そう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 、そうそう、いやこれは値打ちあるよ、魅力狙い、
ちょっとね、雨上がりで下りちょっとね、階段ちょっと滑るかもわかんないんで、気をつけて、足元注意でお願いします。ウグイスがいいね、風情がめっちゃある。まだこの手の階段やったらね、毛上がりが同じぐらいやから登りやすいねんけど。あ、これ右側弘法大師の髪の毛とかと違った、髪の毛やな、これ確か。これちょっと、うん、しまったんねんけどね、これ。新緑はめちゃめちゃ綺麗。ごめん、足元見とかな、危ないな。こんにちは。ここも髪の毛のとこやな。うん、ここで毛剃ったはんねんな。こんにちは。こんにちは。あともう少しです。頑張ってください。空気がうまい、うん、ミネラルたっぷり。天然ミネラルとはまさにこのこと。今なんて言った？天然ミネラル、ミネラルマイナス4、マイナス4たっぷり。もうこの景色はもうマイナス4しかないっていうのを物語ってるしね。そうですね、うんうん、マイナス4映えしてますよ、これは。してるしてる、映える、映えるとはまさにこれ。そう、マイナス4倍してる。サンスク見てるよ。この日もあるから、鬼滅のヘビーもおるわ。そう、おる。名前忘れた。名前ないんだから。おばみつ、おばない。おばない。よし、こっからスロープ。スロープになってきますよ、これ階段。これラストの階段ですもんね。こっからが辛い。キラービーやったね、今。あ、
半分ぐらい来てないか。ありがとうございました。もしもさん、チャンネル登録よろしくお願いします。